性的元気。いつかあなたの笑顔によく似た男のこと、いつか私のように泣き虫な女のこと、どんなことも越えてゆける家族になろうよ。同じ顔ですけどね。はい、全国のユースケ的電気ファンの皆さん、こんにちは。ちゃちゃちゃ、今日はですね、またこの新発売と書いてるのを見つけてきました。これババン、カントリーマームチョコ仕立てだったら、イエーイ。チョコで包んだカントリーマームでございます。あのカントリーマーム、その昔、こういうねカントリーマームドリンクというのがね大外れしました、カントリーマームズコーってやってしまいましたね。今度はチョコ仕立てのカントリーマームを出してきたということで、なんか甘く優しい口どけのとかそんなの全く書いてないです。チョコで包んだカントリーマーム、もうそれだけでございます。食べてみないと分かんないですから。オープンしたいと思います。オープンは開け口はペリペリ、開け口とかありますからね。この開け口のここのね、この穴、ここのねペリペリをね、穴開ける瞬間、これも楽しみでございます。はい、でー中には、2つ入っております。なんか割と割高。オープンしたいと思います。おー、なるほど、こういうカントリーマームが、カントリーマームがこうねチョコな感じで、ほらいいですね、多いですね。これをパカッと割ってみると、中身は割っても一緒ですね。ということで中身はカントリーマームでした。いただきます。うん、おう、なるほど、あーなるほど、こっちの方がねチョコっぽい。カントリーマームって確かあれあんこ入ってるんですよね、確か。違ったごめんなさい、確か入ってたと思うんですけど、そんな感じですね。もう本当にあのしっとりクッキーというよりも完全にチョコ、チョコな、これチョコやでっていう、そんな感じです。もう中もね、本当にね中も完全にチョコなんですよ。だからもう完全にチョコですよね。うん、外もチョコ、中もチョコ、もう噛んでもチョコ、もう田村でも金、谷でも金、母でも金みたいなね古いなちょっとネタがな。さあ、もう美味しいんじゃないですか。でもまあ、でもまあ2つ入りなんで、これ意外とあの大きい袋で出してもちょっと美味しいんじゃないかなと思います。ドリンクよりはこっちの方がいいと思いますよ。ということで、チョコで包んだカントリーマームでございました。短いな今日はな。それでは皆さん、さよなら。あなたとなら生きてゆける。幸せになろうよ。はい、ゆうすけ的電気はチャンネル登録、コメント、高評価、どん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 募集していますので、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それから Twitter、メブロ、Facebook、ツイキャス全て含めてゆうすけ的電気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。